1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしていきました。インから1号艇の道名ですが、これはスタート早すぎた模様です。お手持ちの投票券はどうぞ大切にお持ちくださいませ。お知らせいたします。1号艇の三品貴博フライング変換欠場でございます。1号艇の三品貴博フライング変換欠場。1番の組に関する投票権すべて変換となりますので、お手持ちの投票権はどうぞ大切にお持ちくださいませ。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしていきました。これは早いスタートがあった模様です。お手持ちの投票権はどうぞ大切にお持ちくださいませ。お知らせいたします。2艇がフライング。1号艇の鈴木武史、3号艇の佐竹勇気。1号艇鈴木武史、3号艇の佐竹勇気。1番と3番ともにフライング変換欠場でございます。1番と3番の組に関する投票権はすべて変換となりますので、お手持ちの投票権はどうぞ大切にお持ちくださいませ。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしていきました。から1号艇の中村、これはスタート踏み込みすぎでしょうか。ただいまスタート判定中でございます。お手持ちの投票券はどうぞ大切にお持ちくださいませ。お知らせいたします。またしてもスタート事故となりました。1号艇の中村博信フライング変換欠場。1号艇の中村博信フライング変換欠場でございます。1番の組に関する投票権すべて返還となりますので、お手持ちの投票権はどうぞ大切にお持ちくださいませ。1番、2番、3番ダッシュが4番、5番、6番です。スタートしました。6艇揃ったスタートになっていますが、ちょっと6号艇田中、これは早いスタートか。ただいまスタートは判定中です。お手持ちの投票権は大切にお持ちください。逃げる1号艇島田健人がわずかに先頭か。ここでお知らせです。このレースは6号艇田中慎一郎がフライング変換欠場となりました。従いまして第4レースは6番に関係ある投票権すべてが変換です。お手持ちの投票権はレース確定まで大切にお持ちください。逃げた1号艇島田が先頭、2番クリア、2番手は5号艇石渡優勢か、3番手から3号艇豊田が追走。現在上位は1番、5番、3番となっています。2周1マーク1号艇島田が先頭、2番手は5号艇石渡が3号艇豊田をかわす、3番手3号艇豊田が追走です。なおこのレース6号艇田中慎一郎はフライング変換欠場となっています。6番に関係ある投票権はすべてが変換です。3番手は3号艇豊田が優勢、依然上位は1号さんです。2周ターンマーク1号艇島田、5号艇石渡クリア、3番手ですが2号艇河野を回しから切り込んでくる3号艇豊田、3番手は3号艇豊田優勢。このレース6号艇田中は変換欠場、6番田中は変換欠場です。どうぞご注意ください。最終周回に入っています。1マーク1号艇島田、5号艇石渡がクリア、3番手は3号艇豊田が優勢に待っていくか。握っていったのは2号艇河野、今度はかわして3番手は2号艇河野が合っています。なおこのレースは6番田中は変換欠場です。6番はフライング変換欠場となっています。3番手2号艇河野、1号2の体型、3連単変換票差し引いて 23.6 倍です。ラストターンマークは逃げた1号艇島田健人先頭、2番手5号艇石渡、3番手2号艇河野が優勢、1番5番2番で合流、先頭1番島田五輪、2番手5番石渡五輪、3番手2番です。2番河野が3番手で合流、4番手争いは3番豊田、4番岡部が接戦で五輪。なおこのレース6番田中慎一郎はフライング変換欠場です。どうぞご注意ください。1番、2番、3番、4番ダッシュは5番、6番です。スタートしました。1コース1号艇鳥居塚トップスタート、5角から5号艇松本スタートを決めて、逃げる1号艇鳥居塚、2号艇村上差して3号艇和田まくっていく、まくり出すのは5号艇松尾、一手後方アクセントがありました。逃げる1号艇鳥居塚が先頭、2番手争いは内側から5号艇松尾、外は3号艇和田が並走、この内側から4号艇今村が接近、スタートは正常です。お知らせいたします。1周1マークでは2号艇村上潤が転覆失格となっています。
開催初日の2ボートレース場続いた第9レース予選競争を迎えます。なお3号艇で登場予定でした田中慎一郎選手は前半レースにおいて失格欠場番見落としで即刻帰郷となったためこのレースは欠場となります。1番2番3番ダッシュ4番5番6番スタートしました。6コースから6号艇コースタートは金子町、4コースからは4号艇草場でありますがインから先手を取る1号艇金子はじめ、3号艇千葉前がまくっていく、内をつく2号艇4号艇バックストレッチ、先頭争いわずかに1号艇金子はじめが踏ん張っているが内から接近4号艇草場康之、外から3号艇千葉前、後方は6号艇5号艇2号艇第1レーススタート正常です。一周にマークは1号艇金子はじめ、外前白取って4号艇草林幸が内側切り込んでくる、3号艇千葉前が若干前が詰まった格好、先頭はここで独走となった1号艇金子はじめ、4号艇草林幸が2番手、3号艇千葉前が3番手、上位体系は1番4番3番、レースは2周目に入っています。2周1マークから向こう上面3番手走る3号艇千葉前の内懐2号艇太田誠が迫りますが大きく回ってかわす3号艇千葉前、上位体系は1番4番3番です。後方差がついて2号艇6号艇5号艇前艇2周2マークへと移ります。上位の体系は1番4番3番、先頭でクリアは1号艇金子はじめ、4号艇草林幸が2番手、3号艇千葉前が3番手、上位体系1番4番3番最終周回に入っています。後方一手アクシデントがあった模様、1番4番3番の体制となっています。なおお知らせいたします。5号艇佐藤優は失格、5号艇佐藤優は失格となっています。1番2番3番4番5番6番の並び2秒前1秒前スタートしました。サンライズクロス戦の第3レース、1番そして4番5番といいスタート。さあ1マーク逃げる1号艇の倉谷和信、2号艇の豊田が指す間を割るのは3号艇の川崎、向こう正面1号艇の倉谷、一本前3号艇の川崎が2番手、スタートは前提正常でした。先頭は1号艇の倉谷、2マークを折り返します。3号艇の川崎智之、懐を狙ってホーム直線コース、さあどうでしょうか。1号艇の倉谷が先頭の位置をキープ、3号艇の川崎は2番手です。その後ろ3番手は6号艇の森林、続いてレースは2周目です。なお候補では一定アクシデント発生、4号艇の森が現在演出中。1マーク先頭は1号艇倉谷和信、2番手に3号艇の川崎智之です。その後ろ3番手に6号艇の森林太、上位3艇1番3番6番です。その後ろに5号艇増田啓司、2号艇豊田邦康となっています。ここはエンスト艇を避けての旋回となりました。先頭は1号艇の倉谷和信です。2番手が3号艇の川崎智之、3番手は6号艇の森林太、なお4番森はエンストのため失格、4番は失格となっています。ボートレース唐津5日間シリーズモーニングレース、朝から唐津第10回虹の松原カップ、予選の2日目、追い風が強まって今日は9レースから安定板使用、最後も安定板を装着してレースを行います。選抜 A 戦第12レース、なおこのレースは5号艇の熊谷直樹選手は前半レースで負傷したため欠場です。1番2番3番4番5番6番7レーススタートが切られました。2コースから2号艇の中澤、1周1マーク、内は1号艇の池田と行きまして第1、3マークの旋回です。なおこのレーススタートは判定中となっています。このレーススタートは判定中となっていますのでご注意ください。このレースフライングがありました。2号艇中澤フライング返還欠場、2番中澤に関する投票権はすべて払い戻し返還となりますのでお手元の投票権大切にお持ちください。1番2番3番4番5番6番です。スタートしていきました。内折りコースタート、インから1号艇の松田、2コース2号艇の藤田、コースタートを切っています。1周1マークです。逃げる1号艇の松田、続いていく2号艇の藤田、おっと5号艇にアクシデントとなっています。5号艇の中村俊平、落水のため失格となりました。 1,2,3 ダッシュが4,5,6 です。
2レースのスタートが切られています。外で6番の沢、内では1番の西村、先手取れるかで1マーク。1号艇西村が回る。3番の小島はまくれない。1号艇西村が逃げていきました。バックストレッチ側です。スタートは前提正常でした。1番の西村を追いかけましては2番争い混戦、差し構え2番伊能か、あるいは3番の小島か、まくり差しを狙っていた5番の佐川がこの内へ、5番の佐川が回っていくところ2番の伊能が握って3番小島が差し込もうとホームへ戻ってまいります。さあ2番の伊能夏樹が外前から上がってまいりました。2番手、そして3番の小島、差しさばいての3番手、まだまだ5番の佐川の追走続きます。 1,2,31マーク2番手2号艇伊能に後ろから突っ込んで3番小島を刺そうと5番の佐川でバック。まず2番手キープ、2番の伊能、そして3番手接戦、5番佐川と3番小島がラップです。あとは差がついて4号艇6号艇2周にマークに入っていきます。3番手は3号艇の小島が全速ターンでホーム側へ取り返してまいります。ちょっとキャビリ気味でしたか5番の佐川、しかしまだまだ3番手の争いを継続、最終周回に入っていきます。さあ最後の第一ターンマーク、旋回に移っていくのは人気の1号艇西村、追って2号艇伊能、3番手は5号艇の佐川が旋回、3番小島が差し込んでバックストレッチ、5番の佐川が3番手、3番小島にアクシデントです。なお3番が失格、3番が失格となりました。玉川開催5日目、今日最後の一般戦9レースターゲット9が開始されました。水面上このレース1号艇で出場を予定しておりましたが、小島和弘全レース負傷のため欠場となっています。1番2番3番5番6番アウトが4番です。スタートしました 1,2 コースで、おっと内枠両者早いスタート、1号艇金子と2号艇丸岡はともに早いスタートになりました。ただいまスタートは判定中です。お手持ちの投票券はどうぞ大切にお持ちください。お知らせいたします。このレースは1号艇金子聡と2号艇丸岡正則がともにフライング変換決勝となりました。従いまして第7レースは1番と2番に関係ある投票券すべてが変換です。お手持ちの投票券はレース確定まで大切にお持ちください。1番6番ダッシュ、2番3番4番5番です。第4レース一般戦1秒前スタートしました。中へ込みのようですが、ただいまのスタート審議中、ただいまのスタート審議中です。対象は5号艇の石木選手、ただいまのスタート5号艇石木選手はフライング変換です。5番に関します船券は変換となります。お求めの船券お確かめの上大切にお持ちください。1番2番3番6番5番ダッシュ4番です。スタートしました。横一線きれいなスタートになりました。1周の1マーク、1号艇ロック様が先に回りそう、2号艇が指して自らまくり差しか、いやまくって出た3号艇山一、内をついては6号艇と4号艇となります。バックへ入って先頭は1号艇、一線あっさりと押し切りました草場康幸です。3号艇山一が2番手、3番手からは4号艇6号艇、スタート正常でした。2マークを先に回るのは1号艇6様、2番手から続くのが3号艇の山一、3番手おっと後方でちょっとアクシデントです。上位台形は1344番手に2号艇の水から2艇が接触の模様です。お知らせいたします。5号艇中山、6号艇の木山が失格、5号艇の中山、6号艇木山が1周2マークにおきまして失格となっています。1番2番3番ダッシュ4番5番6番です。スタートしました。2コースが思い切ったスタート、確定1周1マーク、インからは1号艇今坂ですが現在スタート判定中、お手持ちの投票券大切にお持ちください。なおお知らせいたします。2号艇井川大作フライング変換欠場、
2号艇に関係のある投票券は全て返還となります。お手持ちの投票券は大切にお持ちください。1番、6番、2番、3番、4番、5番でスタートしていきました。スタートは判定中です。スタートは判定中です。どうぞご注意ください。ファンの皆様にお知らせいたします。5号艇柳瀬寛太はフライング返還欠場です。したがって5番に関する投票券発売額と同額で払い戻し、どうぞご注意ください。ファンの皆様、大変長らくお待たせいたしました。ただいまから予選競争第6レースのスタート展示を行います。なお、ただいまのスタート展示におきまして、5号艇の石川慎司選手は転覆のため欠場となります。ただいまより予選競争の第6レースを行います。なお、このレースに出走予定でした5号艇の石川慎司選手はスタート展示で転覆のため欠場いたします。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました第1レース、内側1号艇の小坂、一周1マークに向かっていきますが、これはスタートはどうでしょうか。1号艇回して3号艇の北側握る、あとは5番、2番、4番と指して旋回です。ただいまのスタートはフライングがあります。ただいまのスタートフライングは1号艇の小坂直也です。1号艇の小坂直也、大変残念ながらフライングのため返還欠場となってしまいました。従いまして1番に関する投票券は発売額と同額で返還いたします。どうぞお手元の投票券は大切にお持ちください。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました第10レース、角4コース、4号艇の堀本、このスタートはどうでしょうか。さあ、1周1マーク、1号艇を握っていって4号艇の堀本、そして2号艇の浅見の差しといきました。向こう上面ですが、ただいまのスタートはフライングがあります。ただいまのスタートフライングで4号艇の堀本和也がフライングのため返還欠場となってしまいました。残念ながら4号艇の堀本和也フライングのため返還欠場です。従いまして4番に関する投票券は発売額と同額で返還いたします。どうぞお手元の投票券は大切にお持ちください。江戸川シリーズ3日目の戦いは第8レース予選競争を迎えています。なお、2号艇柴田智和は前半レース負傷のため欠場となりまして、5艇による競争です。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしていきました。2コースから2号艇の酒井、3コース、3号艇の中、6号艇の長島コースタート、1周1マークです。逃げる1号艇の松田をまくっていくのは3号艇の野中、サーシンハンドルは2号艇の坂井でバックストレッチへと抜け出しています。先頭争いはインコース2号艇の坂井、アウトコース3号艇野中と並んでいます。3番手に1号艇の松田、その後ろ5号艇の真田、6号艇の長島と追走、スターター前提正常です。一緒にマークをトップで2号艇の坂井が旋回、2番手1号艇松田の内をついてサーシンハンドル、3号艇の野中でホームへ取り返しています。先頭は2号艇の坂井俊弘、2番手が3号艇の中、3番手が1号艇の松田、上位の3選手は抜け出しています。2番、3番、1番で2周の1マークです。トップで2号艇の坂井が旋回、内を狙って3号艇の中、3番手が1号艇の松田でバックストレッチです。先頭2番手の定冠は二定陣です。先頭は2号艇の坂井俊弘、2番手に3号艇の中一平、3番手が1号艇の松田裕樹、2周の2マークをトップで2号艇の坂井が旋回、内を狙って3号艇の中の差し、定冠詰めていますが、先頭は2号艇の坂井がなんとか守っています。後方では一定アクシデントがありました。6号艇の長島雄一、2周の2マーク転覆のため失格となっています。123ダッシュが456の進入です。
力です。スタートが切られました。6番の中井がわずかに優勢か、あまり大きな差はありません。2番の磯村が差し込もうとしますが、ちょっとここは伊藤ももつれる格好。先頭構想は1号艇の久田、スタートは前提正常となっています。バック側と各選手が抜けておりますが、さあここは1マーク近辺アクシデント発生しまして、4番の伊藤が失格となりました。1番2番3番ダッシュ4番5番6番です。1秒前スタートしました。インコースから4コース4艇がほぼ揃ったスタート。1周1番の攻防ですが、インから1号艇内田が先に回る。3号艇が外を行って内を切り込んで、2号艇5号艇がマックス出す。バックステッチで入って、さあ2コース出しが入った。2号艇の花本、花本さあ1号艇が、おっとここはアクシデントが。2番手には4号艇が浮上、後方は6番3番5号艇がスローダウン。1周2マーク、スタートは正常でした。先頭2号艇の花本剛です。2番手は4号艇の大場、3番手争いは3号艇6号艇、バックスレッジ5号艇と1号艇が止まっているか。なお1号艇は失格、1号艇は落水失格です。2周目1マーク、先頭2号艇の花本剛です。2番手は4号艇大場博隆、3番手は3号艇の長谷川、上位の3人2番4番3番4番手6号艇、最高峰5号艇の鈴木動き出しました。レースは2周目2マークの旋回、先頭2号艇の花本剛です。今2周目2マークをトップで旋回、2番手は4号艇大和博隆、3番手は3号艇の長谷川千佳夫、上位の3人2号艇4号艇3号艇、レースは最終周回に入っております。なお5号艇は失格、5号艇は不完走失格です。ボートレース琵琶湖ヘビー級を決定戦、シリーズ最終日後半戦に入ります。このレース5人の選手が登場しておりまして、第7レースは3号艇内田選手は前半レースを来まして負傷のため欠場となっております。レースは第9レースビナちゃん特選を迎えます。このレースは5人の選手が登場してまいりました。2号艇の鈴木重隆選手、前半レースで負傷のため欠場となっております。1番5番2番3番4番6番でスタートしてきました。スタートは判定中です。スタートは判定中、どうぞご注意ください。ファンの皆様にお知らせいたします。1号艇野永瀬正隆がフライング返還欠場で、したがって1番に関する投票権発売額と同額で払い戻し、どうぞご注意ください。1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。優勝戦第12レース、際どいスタートは5号艇の吉田、インから伸ばしていく1号艇の峰竜太、なおただいまのスタートにおきましてフライング艇があります。お手持ちの投票権どうぞ大切にお持ちください。ただいまのスタートにおきまして5号艇の吉田敏彦はフライングため欠場です。5番に関する投票権発売額と同額で返還いたします。どうぞお手持ちの投票権は大切にお持ちください。1番2番5番3番4番6番の並び、スタートしました。予選競争の第6レース、2番と5番踏み込んだスタート。さあ1マークの攻防戦、逃げる1号艇の森弘之、2号艇の倉谷が握って回る。さあして4番3番6番と相次いで向こう正面、1号艇森が押し切りました。スタートは前提正常でした。先頭は1号艇の森、2番手に2号艇倉谷、その後ろは他4艇もつれて2マーク。先頭で1号艇森弘之、2番手が2号艇の倉谷和信、3番手6号艇の赤坂俊介が前へ出てきました。レースはこれより2周目です。先頭構想は1号艇の森博之、2周1マークから向こう正面へ、2番手に2号艇の倉谷和信、そして3番手6号艇の赤坂の内入っていった5号艇の高橋はちょっともずれてしまった。
アクシデント発生となっています。3番手に上がっているのが4号艇の増田圭司です。上位3艇が1番、2番、4番となっています。2周2マーク、先頭は1号艇森博之、2番手に2号艇の倉谷和信、そして3番手が4号艇の増田圭司です。なおこのカード5号艇高橋伊佐を妨害のため失格、5番が妨害のため失格です。そして6番が転覆失格、6番転覆失格となっています。1番、2番、3番、5番、6番、4番の並びスタートしました。5号艇平田がトップタイミングとなっています。その後は1番、3番、5番と出ていって1マークの旋回、逃げる1号艇岡本、3号艇の金沢はまくり出し、外から5号艇の平田、その後ろでは一手アクシデントとなっています。スタートは前提正常でした。先頭は3番、1番、5番と3艇並んで、すぐ後ろに4号艇楠本、2号艇の柴田が5番手につけています。なお6番にアクシデントです。なお6号艇の野村は1マーク付近で転覆のため失格となりました。ボートレース江戸川シリーズ最終日の戦いは第8レースの一般戦を迎えています。なお3号艇長島雄一は負傷のため欠場となりまして、5艇による競争です。大外は長いブランク乗り越えて前半1着、6号艇楠本浩司、1番、2番、3番、4番、5番、6番でスタートしていきました。2コースが大きくへこんでしまっています。出ていくのは1番、3番です。なおこのレーススタートにおきまして出遅れ艇があります。お手持ちの投票券はどうぞ大切にお持ちください。ただいまのスタートにおきまして2番竹本は出遅れのため返還欠場です。2番に関する投票券すべて発売額と同額で返還いたします。大切にお持ちください。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。第6レース、あまり差がないスタートです。外の方がわずかに好スタートですが、一周一マークは1号艇の宮地がインから逃げていく、2号艇の山田が刺す、3号艇の斉藤が外に行く格好になり、4号艇の松山、そして6番の中尾と刺して旋回です。先頭は1号艇の宮地秀樹、スタートは先手正常でした。押し切った1号艇の宮地、そして刺した4号艇の松山が少し2番手優勢となって、3艇が詰めて1周2マークです。1号艇の宮地、そして2番手は4号艇の松山が一気に振り切ります。単独の2番手、後方3番手で3号艇の斉藤智弘がつけました。レースはこれから2周目です。2周1マーク、1号艇の宮地がトップで回る、4号艇の松山が2番手、そして3番手は3号艇の斉藤です。上位の体型は1番、4番、3番、そしてそのアウトから2号艇の山田が並んできました。後方ではアクシデント模様です。なお2周の1マーク、6号艇の中尾智弘転覆のため失格となりました。